ちょっとスピード出てこないと分かんないですね、うん、でもね、うん、まあでもこのスピードでこの硬さだから、はいはい、もうちょいの感じでいけばいいのかなって感じはするけど、なんだかよくわかんねえなおい。ジャンプさん、いやっていうかね、やっぱりストラットっていうのはもともといいから、だからどの部分が悪くてどの部分がいいのかっていうところも評価難しいよね、うん、この間ねディーゼルの時はね、あの16インチしてBF ゴドリッチオールテレン入れて、うん、なんかそのノーマルの状態でロール感が結構出たんですよね、うん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 、それであのフォックスにして全然ロールも収まって気持ちよく、なんかお客さんがいいっていう、そう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 、ね、いつも曲がってる通勤のコーナーで、うん、そう結構タイトなカーブがあっていつも置かなかったんだけど、うんうん、なんともなくなりました、うん、気持ちよく曲がれるようになりました、そうだよねって言ってましたね、言ってたよね、あとね奥さんが車酔い気味だったらしいんですよ、うん、D5 乗るとね、うん、それが一切大丈夫になりましたって言ってましたよ、うんうん、それってすごいですよね、いやいや、ね、ね、うん、やっぱまあ乗ってる人が言ってくれるのが一番だ、うん、もう下手すとこんな車いらないよなのか、うんうん、すげえ車なのかの違いぐらいでしょそれって、うんうんうん、いや結局さすげえダメなやつをさね、よくすりゃさおすげえなってなるけど、ほんとストラットって難しくて、まあ D5 もねノーマルで18インチのホイール入ってるまま乗るとそんな悪いところ気にならないからね、でね、あれがあまりにも良くなっちゃったから今回ガソリン車でやっぱ18インチのアルミで、うん、もうちょっとこう、これ18のアルミにしたんですよ、まあ、18のゴツゴツ感っていうのはちょっと出てるかもしれないね、うん、だから逆に16で肉厚のタイヤにした方がそうだね、あの乗り心地的にはもうちょっとね、うんうんうん、この間のあのディーゼルの方がなんか普通に乗った感じなもうちょっとソフトっていうか、うんうん、そんな気がしましたね、うん、もうちょっとこうハイスピードでねコーナリングするとか、そうだ、ね、うん、そういうイメージだったら18のね、そうですね、いい感じも出てるしね、うん、こっちの方が全然良くなると思うんですけどね、だからやっぱりね何キロぐらい快適に乗りたいかっていうことじゃないですか、車ね、通常60から70ぐらいの間の、はい、ちょっとアクセル踏んで加速したぐらいの、そうですね、フォックスも60キロ過ぎたあたりから ね、 そうだね、なんか本領発揮してくる、いやっていうかね、40ぐらいでちょっとあれなんかちょっと勝てんかなって思うぐらいが、うん、だいたい60、70でちょうどいい、あ、まあまあなんだっけ道路のつなぎ目、はいはいはい、とかパパンって拾ってくれる感じがだいたい40でちょうどいいとね、やっぱ80高速とかで80出したらちょっと柔らかいかなって感じ、うん、そうですね、うん、高速でもやっぱり結構ね、あの安定させたいですね、そう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 、うん、もう絶対高速乗らねえっていう人だったらね、うん、柔らかくは設定でも今までみんな高速までいいですよ、そうでしょ、うん、あの結構バックリ踏んでって片手運転でずっといけるし、うん、だいたいね40で、うん、あなんとなく硬いなぐらいの感じでは作ってんだわ、はいはい、うん、だからこれもちょっとあの出た瞬間あれちょっと硬いのかなと思ったら、やっぱ18インチのねちょっとゴツゴツ感的な、ね、うん、まあ空気圧でねだいぶ乗り心地変わるし、まあまあそうそう、やっぱそのホイールのインチ数、うん、タイヤの扁平でもだいぶ乗り心地って変わってきますからね、うん、性能も変わってくるからね、ちょっとさ、もう忙しくなっちゃうじゃん、18インチでお願いしますとかさ、16インチでますとか、ほんとね、うん、あとオーバーフェンダーついてるついてないとか、ね、前にも言ったけど、ほら、はい、あの80の20インチ、はいはいはい、履いたやつ、うん、いやー父ちゃんこれなんかしたって言われながら俺いやいつもと同じだよって、いやすごい硬いんだけどってから、お前ホイール何インチ履いてるお前って、そっから聞くようにした、ああなるほどね、はいはいはい、うちの22でめちゃくちゃ良かったですよ、あの 100とか、うん、100良かった、30ミリオーバー面でね、うんうん、うん、すごい良かったです、いや22でハイリフトだからね、あそれあそんなことなの、そう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 、よくわからないでしょ、だから、うん、そんなタイヤ売ってんのって感じ、うん、
あ、収まりがいいね。ね、気持ちいいですね。なんかスポーティーだね、なんかね、うん、いいですね。ちょっと安心してぶっ飛ばせる感じになってるね、うん、なんか、うん、これはこれでフォックスの良さもよく出てそうだし、うん、なんか今のちょっと穴ぼこの拾い方は、うん、あなた方がよく言うフォックスだね。そうですね。その感じはよくわかる。うん、なんかね、ボヨンボヨンしない、一発で決まってくれるみたいなね。うん、素晴らしい、ね。いや、俺もね、はい、散々ダメなやつからさ、そんなばっかり乗ってさ、ああ、すげえ良くなったねってやつばっかり乗ってるから、ああすごい気持ちいい ね、 やっぱね、なんか滑らかだね、うん、気持ちいい気持ちいい、うん、すごい気持ちいい。こっからね、駅までやたら道悪いんですよ。うん、全然なんかいいね。あ、いいの、うん、いい、どってことないねこれ、うん、素晴らしい。普通のスポーツカーの方がもっと乗り心地悪いよ。いや、まあね、うん、スピード違うしね、うん、いやでも同じようにね、今のところでも、もっと衝撃いっぱい来ますよ普通のスポーツカーの方が。これお前20ミリアップで作れってから作ったんだっていうか、俺が普通のことすると思うか。はいはいはい、はい、シリンダー伸ばしたの10ミリマジで、リングの位置上げてないの。あ、そんなことしてくれちゃってんの。そう。それで溝きれいなんたら怒るよね。あ、そうなんだ。すげえな。だからリング溝を上げると上に伸びちゃうから。うん、はい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 。やらしいなと思って、まあまあまあそんな変わんねえんだろうけど、うん、やらしいなと思って、うん、これはシリンダー10ミリ上げちゃおう。シリンダー10ミリ上げちゃおう。貴重だね。じゃあ。まあ20ミリアップだから多分ローダウンのやつも、はい、まあ極端にって言われたら困るけど、はい、まあ、10ミリとかだったらあのシリンダー短くしちゃうから中身のストローク合わせちゃうから、うん、だから外身のストロークは今と全く同じ、上げても下げても一緒に、うん、何よ、参った何感心してる。じゃあこのまま後ろも上げちゃおうかそうなのよ、エアドついてるけどちょっとハイリフトみたいな、ちょっと奇想天外だったでしょ、うん、俺がお前の言いなりになってもリングミスを上げてないでしょ2つも3つもリングミスを切りたくないなって言ったから、切りたくねえよほらあ、そんなことが秘められてたのね。そう知らなかったよ。今で35キロぐらい、そうですね、30キロ、30キロちょっとぐらい、うん、30キロちょっと、うんうん、これデュアルエアコンじゃないのかな、涼しい後ろ、あ、涼しい、あれ山ちゃんいたの、ずいぶん静かだはい、どうもこんにちは山ちゃんだよ、山ちゃん連れてこようかと思った、静かだからお前いつも静かな山ちゃんでございます。山ちゃん後ろからいきなり喋ると怒られちゃうから、そう、喋んなくなっちゃってるじゃん。そうそう今快適すぎても。後ろどうなの？後ろね。うん。全く跳ねないよ。あ、そう。そう。なんかちょっと硬いのかなーっていう感じだったけど。いや、でもね、硬いっていうよりも、うん、剛性感上がっちゃってるイメージじゃないかな。うん、どっちかっていうと。ああ、そうなんだ。うん。変な跳ねないもんね。そう。だからやっぱ剛性感が上がってるんですよ、うん、やっぱ。だからね、足回りの剛性感とタイヤの扁平率、うん、うん、うん。だからこの前の時は、グッドリッチのエディだし。16インチでね。ね、うん、16インチだったから、うん、やっぱりそのタイヤの空気感。うん。で、こっちやっぱね、18インチになってるんで、はい、結構ね、そのタイヤの硬さっていうか、を感じるんだけど、じゃあ、跳ねるかどうかっていうのはまた別問題で。うん、うん。跳ねないから。跳ねてないですもんね。そう、うん。全然後ろ乗ってても、踏ん張る必要もなければ、うん、なんか段差を超えて飛び跳ねる、お尻が浮いちゃうみたいなのないし、うんうん、嫌なこう、車の、なんていうのかな、その揺れ方、回り方っていうのもないから、うんうんうん。まあまあね、揺れ方、やっぱり、
扁平高いから。そう。ね、ダヨンダヨンっていうのはないし、ね。そうそう。だからそのタイヤの柔らかさから来るそのなんか揺れ感みたいなは全然ないから。うんうんうん、いや思わず山ちゃん連れてくればよかったな。ねえ。まさか連れてきてたと思わなかった。うん、あんまりにも静かだな。ねえ。いいね、うん、全然いい。やっぱいいね、うん、スピード出すといいね、うん、なんか路面をね舐めてる感じ、うん、滑ってる感じっていうのかな、なんかすごいいいね。でこうなってくるとだからやっぱりタイヤの扁平感がいいね、うん、いいですね。このぐらいスピード出ちゃうとね、そう、うん、タイヤのよれ感がないから、あーこの拾い方はノーマルじゃできねえわ。なんか馴染んできたのかな、なんかすげえ良くなってきたような気がする、うんうん、そうだね、うん、最初ちょっと新品のコイルの感じだったね、うん、言われてみて、ね、そうだよね、なんかね、うん、ちょっと馴染み角が取れてきたっていうか馴染んできたっていうかそんな気がする。いやでも本当ね、後ろ疲れないよ。あ、そう。その車酔いだ、あだ、こうだっていうのはね、ないと思う。全然車回らないもん。だからね、カーブっていうかね、コーナリング時に、車が触れないから、頭が回らないんだよね。うんうん。だから気持ち悪くなんない。かといって、こう、ギャップで、バターン、ドーンって跳ねることもないから。うんうん、この辺ってね、ちょっと来るんですよ。あ、全然、全然どうとかないね。あ、いい。うん、もうちょっとひどいのガンガンってくるんですよ今。フォックスのこう突き上げってなんか全然嫌じゃない突き上げだよね、なんか多分ねピストンの大きさだと思うんだよな。ああ、なるほどね。だから居眠り防止のダン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 っていうとこあるんじゃない、ドリフトするなみたいなとこあるじゃない、ああいうとこ全然平気だもんね、うん、全然 OK。 普通の車だともイライラしちゃうんですけど、ダン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 って来てフォックス入ってるとね全然いいよって感じ、延々続いてもいいやって感じですダン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 が逆に気持ちいいんだよね、なんかなんかすごい剛性感っていう感じだね、うんだね、うん、全然硬いっていう印象もないし柔らかいっていう印象もないし、なんかいい感じの剛性感なんじゃないのっていう気がするよね、なんかね。っていうかさ、うん、この 今みたいにグーッと走ってるとさちょっと硬い感じするんじゃん、はいはいはい、なんとなく、はいはいはい、この硬さでお前段差乗り上げて大丈夫なのかみたいな、普通ガーンってジャンプしそうな感じの硬さなんだけど、うん、そう実は硬くないんだよみたいな、そうそういう感じかなと思って、ちょっとでもね、フォックスのショックってさ、これのフロント、うん、俺の体重でも縮まなかったからねいや本当だよ、80の時なんかってやって、やっと今入れろっつって、もう入れる前にビューンって伸びてきちゃって、なんだダメじゃんとかっつって、その時なんか下からジャッキアップしてこうスコッとるんだよね。だから並大抵のね、ショック単体だと並大抵の硬さじゃないんだけど、入れちゃうと何これっていうぐらいすごいよね、うん、手で押しただけだとこんなショックガチガチで乗れないんじゃないのって思うんだけど、入れちゃうとすごいんだよね、不思議なんですよそれが。